っちょやってやるぜ。さあ、どの戦いを紡ぐのか。極北でも、極北でも、あなたは負けることはない。私は信じています。仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアージークフリートを倒したセイヤ。しかしそのセイヤの耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで7人のゴッドウォーリアーを全て倒した。この調べは、ヒルダ様、だから申したのです、セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと。そうだ、この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって答えるとはな。よかろう、裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに私の笛の音を。はい、と。ペガサス、お前の言ったことは本当だった。この私が剣を向けるべき、お前たちではなくポセイドンだった。火星風船、ジークフリート。手出しは無用。これはアスガルドを守るゴッドウォーリアーだ。そしてお前たちに剣を向けた私のけじめでもある。やめろ。私の命令が危険なのか。ヒルダ様、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。おろし、これは水の中に何という美しい船の名。まさか、シシリアの海に住む船人たちをその美しい歌声で誘い、むさぼり食ってた優しいヤーヘクト。ウィナー、このジークフリートの力、思い知ったか。私がヒルダ様のゴッドウォリアー、ジークフリートだ。何度言えばわかるのだ、この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを、自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ、
死ね。ジークフリート。なんだと？この男すでに五感が失せ、死したも同然の体だから、笛の音を聞いても動けたのか。それんと覚悟しろ。でジークフリートの体から凄まじいコスモが。やめろ、何をする気だ。話せジークフリート。はあ、ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。ポセイドンの陰謀によりヒルダが操られていたことを知ったジークフリート。ジークフリートはゴッドウォーリアとしての誇りを守るべく、自らの命を犠牲にセイレーンのソレントを倒した。しかしそうしているうちにも、アテナの命の炎は刻一刻と消えようとしていた。フン、ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって。もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる。何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディンサファイアはすでにこの手の中に。あと少しなんだ、あと少し。間もなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するならいい。はいと。ジークフリートの死に何も感じなかったのか。黙れ、もうすぐ全てが終わる。お前こそおとなしくしておれ。おふれ、この指輪の恐ろしさ見るがいい。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。どうだペガサス、おとなしくポセイドン様の軍門に下った方が良いのではないか。ジークフリートよ、おふれ、お前の死は無駄にはしない。ハーグ、もう前に進めない。やはりヒルダが言うように、この残されたわずかな時間にアテナを救うことはできないのか。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。はいと。
ここをどけ、消えた。ジークメイトの死に何も感じなかったのか。黙れ、もうすぐ全てが終わる。お前こそおとなしくしておれ。ジークフリーか、お前の死は決して無駄には知らない。この指輪の恐ろしさ、この地上も救えない。どうすればいいんだ。アテナのコスモが消えてしまう前に、このオーディン・サファイアを行かせるか。オフレパーフェクト。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。アテナを、アテナを救うんだ。オーディン、この俺にバルブングの剣を、アテナを救わせたまえ。オーディンよ、俺に答えてくれ。なぜ答えろ、オーディン。ペガサスよ。北極海を望む開国アスガルドは、太古の昔より海のサンクチュアリの勢力下にあり、いわば属国も同様。つまりアスガルドの神オーディーンも、海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。バカだ。ではどうやってアテナを。アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。オーディン。何、オーディン・サファイアが。なんだあれは。まさか神話の時代、オーディーン自らまとったと言われるオーディーンローブ。しかしオーディーンローブが一体どうして。俺のクロスが。オーディーンローブが聖夜に。オーディーンが自らのゴッドローブを、バルムングの剣をセイントに与えるとは、オーディーンがアテナのセイントに味方するとでも。オーディーンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。このギルダにとって神はもはやオーディーンではなく、海王ポセイドン様なのだ。オーディーンローブなど恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのみ、ギルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にも消えるがいい。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与え。
ヒルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。どれだけ痛めつけられてもなお続けていると。お上際の悪いやつめ。アテナを救うまで。オーディンよ、私に服従。ファイト。このヒルダにとって神はもはやオーディンだ。海王ポセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせぬ。これがバルンダルクの剣なのだ。この剣によってのみヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができるのだ。アテナを。しかし全ては手遅れだったようだ。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。アテナのコスモは今にもついえようとしているぞ。ヒルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。オーディンよ、私に服従。ファイト。このヒルダにとって神はもはやオーディンではなく海王ポセイドン様の指輪の恐ろしさ。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。これだけ痛めつけられてもなお立ち続けている。お上際の悪いやつめ。オーディンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。まだまだ。この指輪の神様はオーディンではなく海王ポセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのみヒルダに限られた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にもついえようとしているぞ。それだけだ。このままではヒルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。まだあがくか。アテナと共に死ね、ペガサス。感じるぞ、アテナのコスモの衰え。このヒルダにはまるであの夕日はアテナの血を全て吸い取ったかのように見える。こうしちゃいられない。早くヒルダを解放しなければ。時は来た。もはやアテナもこの地上ともども滅びゆく。さらばだアテナよ。みんなが命をこの俺に託してくれたというのに、この俺にアテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。ビナ、素直に服従していればいいものを。
今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ファイト。誰がアテナ、この地上を守るんだ。燃えろ、目覚めよ、セブンセンシズ。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にもついえようとしているぞ。急がなければこのままだ。ヒルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。アテナのコスモの音声。このヒルダにはまるであの夕日はアテナの血を全て吸い取ったかのように見える。こうしちゃいられない。早くヒルダを解放しなければ。時は来た。もはやアテナもこの地上ともども滅びゆく。さらばだアテナよ、今こそジャンプを使う。この俺に隠してくれたというのに、この俺にまだまだ。まだ上がったか。アテナと共に死ね、ペガサス。ウィナー、バルムングの剣、恐ろしい強さだ。ちょっと手加減しすぎたかな。ペガサス、お前に私が斬れるのか。どうしたペガサス、このヒルダを斬れるものなら斬ってみよう。本当にこの剣を使うことによってヒルダの魔力を解くことができるのか。できたとしてもそれはヒルダ自身も殺してしまうことになるかもしれない。このコスモは、まるでこのゴッドローブの中から語りかけるようなコスモは、オーディン、オーディンよ、俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。てぇヒルダ、俺はヒルダを、沙織さんのアテナのコスモが消え去ろうとしている。ヒルダ、答えてくれ。ヒルダ、俺はアテナもこの地上を救うこともできなかったのか。そしてこの手でヒルダまで。オーディンよ、俺の希望は消えたのか。沙織さんは、アテナは死ぬのか、この地上は滅びるのか。オーディンよ、我に力を与えたまえ。このヒルダの罪を償わせ、この命に変えても地上を、アテナを守らせたまえ。ヒルダ、私の祈りが通じればまだこの地上は救えるはずです。ああ、沙織さんの、アテナのコスモは消えてはいない。いや、それどころか輝きを増していく。沙織さんが。おお、ご無事でしたか。アテナ、セイヤ、みんな。私はポセイドンの魔力に魂を操られながらも全てを見ていました。アテナやあなた方に犯した私の罪を許してください。フレア、あなたにも辛い思いをさせてしまいましたね。お姉様。ヒルダ、あなたこそ私たちよりずっと厳しい試練を受けたのです。しかし、その苦しみと悲しみを無駄にしないためにも、これからもこの美しいアスガルドを守ってください。お約束します、アテナ。このアスガルドは、蘇ったオーディンローブと共に必ずこのヒルダがどんな邪悪からも守ってみせると。ジークフリート、あなたたちにも誓います。
アスガルドの7人のゴッドウォーリアとの死闘の末、7つのオーディーンサファイアを集め、バルムングの剣によりヒルダをポセイドンの支配から解いた聖夜たち。こうしてアテナの命、そして地上の平和が守られることとなり、ようやく聖夜たちにも平穏が訪れたかに思われた。聖夜、アテナが、聖夜、アテナ。しかし突然の大津波がアテナを襲い、そのままアテナは謎の敵に連れ去られてしまう。果たしてアテナをさらったのは何者なのか。聖夜たちにわずかな休息も与えることなく、新たな戦いの幕が切って落とされたのであった。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。